鬼太郎、鬼太郎は、水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎、9代、墓場の鬼太郎等の主人公である妖怪。父親の目玉親父と共に妖怪と人間の共存できる世界を目指して戦う。1933年から1935年頃の、紙芝居、墓場鬼太郎、墓場鬼太郎の主人公の名を借りて、水木しげるが創作したキャラクターである。 水木は鬼太郎を創作するにあたり、墓場鬼太郎原作者の伊藤正美の了承を得ている。水木はこの了解を完全に守り、その後鬼太郎がメディアミックスで大ヒットしていく中でも一切オリジナルを主張するような発言はしなった。鬼太郎の元となった紙芝居、墓場鬼太郎、漢字では、墓場鬼太郎原作、伊藤正美が、辰巳恵夫は、 戦災などで失われ詳細は不明だが、その主人公は、親の因果により墓場から生まれた醜い少年、蛇少年ともで、親のあだに復讐を果たしていく。ただし、この物語が、伊藤のオリジナルかどうかは不明である。少なくとも、子育て幽霊などの古典的な階段、昔話に多くを寄っている。水木が鬼太郎を最初に描いたのは、1954年から、 始まる、邪神、空手、鬼太郎、ガロア、幽霊の手などの数作の紙芝居である。これらで、墓場の鬼太郎という表記が現れた。ただしこれらに描かれた鬼太郎は、作品により大きな違いがある。蛇人の鬼太郎は、墓場鬼太郎と共通する因果物の主人公で、蛇の腹から生まれ人間にいじめられるが成長した、後に仇をする。 空手、鬼太郎の鬼太郎は、ギッチンという空手使い、船越ギッチンがモデルに、弟子入りして、修行した末に死を打ち破る。空手、鬼太郎では、ビジュアルも変化し、鬼太郎に似ていたという水木の兄の子をモデルに、多少可愛くした。1960年に水木は歌詞本に、鬼太郎を登場させた。幽霊一家から始まる一連の作品である。 ここで鬼太郎の出自がほぼ現在のものとなる。鬼太郎は、幽霊族、そういう種族であり死者の霊ではないの生き残りで、墓に埋葬された母の遺体から生まれる。かつて地上を支配していた、幽霊族の唯一の末裔、原作、地獄編とアニメ第三作地獄編のみ、幽霊族の父と人間の母との根結。幽霊族とは、人間が、 一般に考えている幽霊、人間の資料ではなく、現在の人類が誕生する以前に栄えていた種族で、あり、地球の先住民族とも言える存在で、第一期人類と称されてもいる。種族として、基本的に争いを好まない性格で、それゆえに人類が発生、繁殖すると共に迫害され森の奥へついで地下へと、追いやられ衰退していった。その頃に糧を求めて、 地上をさまよう姿を目撃した人間が幽霊と誤認した。俗下ゲ,ゲゲの太郎の目玉親父の話によると、紀元前3800年頃には、鬼太郎不死の先祖は幽霊族の定位についていたと。実写映画、千年のロイ歌では鬼太郎は、幽霊族が人間によって滅ぼされたことをぬらりひょんに告げられるまで知らなかった人間を恨まないで欲しかったため、 目玉親父は教えていなかったことになっているが、1980年代、最新版や鬼太郎国鳥物語では知っていた様子である。人間ではないため少年の姿のまま何十年も生きていて、まだ幽霊族としても子供である。妖怪としては子供の姿をしていると人間からは見なされている。外見は長髪で左目を隠し、 特徴的な髪型と古めかしい学童服と、縞模様のちゃんちゃんこを着て、下駄を履いている。学童服の素材は、千人の髭で、百年経っても破れない、UFO 宇宙突撃隊では、玉学生服とも呼ばれる。下着には、天女の羽衣でできていると言われるシャツ、目玉親父が桃太郎からもらったと言われる鬼のパンツを着用している。モデルは、水木しげるの甥。い、 当時三から五歳である。髪の色は、原作では銀色に近い灰色だが、初のカラーアニメ作品、第二作以降は茶色。左目がなく赤眼である。理由については様々である。墓場の鬼太郎第二話では、もともと潰れていたとされるが、その後のおかしなやつでは、墓から出てきた赤ん坊の鬼太郎を化け物だと思い込み、恐れた水木が放り投げ。 地面を転がった鬼太郎は、墓石の角に左目をぶつけ潰れてしまった設定に変わっているアニメ、墓場鬼太郎では、こちらの描写を採用。その後の、ゲゲゲの鬼太郎時代では、作品や解説書によって異なる。歌詞本番では、右目のない髪の毛に覆われず、目玉親父が入り込んだりもする鬼太郎が幾度も登場している。通常長髪で左目を隠している状態なのも、 目の左部分には眼球がないためである。アニメの外見については、制作の都合で顔が大幅に異なる回が多数ある。特に第一作は7つ、内外部発注は4つ、第二作は8つ、内外部発注は6つの制作班で、話数単位で制作発注していたため連携が取れず、話数によって鬼太郎の体型や顔、服装、 服のボタンの大きさなどが異なっている。2007年公開の実写版映画では、左目は義眼であるが成人である、ウエンツエイジの外見を考慮し、年齢は、原作より、上の350歳、一人称が、僕ではなく、俺、髪が茶髪ではなく、銀髪、原作の灰色に近い、身長が170センチメートル等、様々な変更点がある。 普段はおとなしくてクールだが、実際は、正義感が強く情熱か。だが、それゆえに困っている人間や妖怪を放っておけない、お人よしな女がある。原作、大怪獣では自分を大怪獣に変えた山田を、許したほど。そして同じく原作、解坊図先生でも、正義と愛が俺を動かすんだと、鬼太郎本人が言っている。これに対しネズミ男は、どこで聞いたような、 丁重な劇画のセリフはやめてくれと言った。悪いことをする者は誰でも関係なく嫌いで、時には妖怪としての本質的なダークな面を見せ自分、勝手な人間に対しても厳しい押し置きをすることがある。幽霊電車など。一方で、おどろおどろでは、人間の科学者が、自らの体で人体実験を行い妖怪、おどろおどろになってしまったのをやむを得ず退治したが、その際に、 人間の息子、アニメ第6シリーズでは、娘から恨まれたりもしている。しかし、原作の始まりである、墓場鬼太郎では、初めから人情が薄く、関わる人間を不幸に陥れる怪奇な存在として、病れている。また美女や美少女には、人間、妖怪の両方に甘く騙されることもあり、惚れっぽいのが、ほとんどの作品に共通している。実写映画版、千年のロイ歌では、 人間を憎まず助ける理由は、人間は善なる存在とは単純に考えておらず、人間の愚かさを十分承知しながらも、安易に見捨てることや切り捨てることはしていないけである。原作とアニメシリーズとでは一認証が異なることが多々ある。アニメではシリーズごとの作風やテーマに沿って、それぞれ異なった個性が設定されている。母、岩子は鬼太郎を身ごもったまま病死し、 彼ら夫婦に関わりを持っていた血液銀行の銀行員、水木によって埋葬された。だが3日後、自力で母体、母血から生え出て誕生した。この鬼太郎の誕生話はアニメシリーズではほとんど描かれていない。アニメで取り上げられたのは、第3作、第114話、血の池妖怪ぬるり坊大幅に改編。第4作、第78話、ぬらりひょんとヘビバー。 2008年の墓場、鬼太郎第1話である。誕生後は水着に引き取られていたが、礼遇を受け6歳の時出本、と目玉親父と共に、放浪の旅の末、ゲゲゲの森という安住の地を終えた。少年時代には、猫娘と共に、妖怪小学校に通っていたという。ネズミ男の便によれば、鬼太郎は、妖怪世界の名門校といわれる、妖怪学習院に通っており、 ネズミ男と同窓だったという、実写映画での学歴は、墓の下中学中退。普段は、ゲゲゲハウスと、俗称されるツリーハウスに、目玉親父と二人暮らしをしている、原作、死神では、砂掛け、バーの妖怪アパートに在住。人間世界で、生活物資を手に入れるため現金を使うこともあるが、収入をどうやって得ているかは、はっきりしない。 基本的に貧乏生活を送っており、原作ではゴミ箱アサリをすることもある。少年誌やアニメでは、怪事件を解決する際にもほとんど報酬を受け取らず、せいぜい滞在中の侵食を世話してもらう程度である。非常に高額の報酬を申し出る。依頼人もいるが、鬼太郎は、被害者の治療や事件を起こした妖怪の供養など、事件の後始末や社会福祉に使うように進める。 鬼太郎の青年期を描いた作品、俗、ゲゲゲの鬼太郎では、妖怪に理解のある民生委員、マンスケロージーに、妖怪も人間の中で暮らす時代と助言され、彼の世話の下で人間社会で生活しており、収入を得るために新聞配達などのアルバイトもしている。当初は貧乏劇画家の家の2階に曲がりしていたが、劇画家に迷惑をかけたために追い出され、 七年ぶりに再会したネズミ男と共に、町外れの霊屋敷に住みかを変える。幽霊族としての身分を隠し、田中下拓吉という名の人間として、墓の下高校という学校に通っており、ゆり子という名の人間の恋人もいる。本作では、思春期の青年らしい性に対して、好奇心旺盛な鬼太郎が金と欲の大人の世界で、活躍する様子が描かれているが、水木は、 鬼太郎にセックスを持ち込んだのは失敗と語っており、後の、新、ゲゲゲの鬼太郎スポーツ教時代では、アダルト色からの脱却のための軌道修正として、鬼太郎が、金銭区から、それまでの生活から離れて、山中での生活に追われ、偶然から相撲界に入門し、さらには、野球で活躍するようになる。その実力や、幽霊族という名門の末裔であることから、 妖怪の中でも一目置かれる存在である。また、困っているものを見過ごせない、性格ゆえに助けられた妖怪も、数多く、妖怪仲間からの信頼は厚い。そのため、鬼太郎が、窮地に陥った際には、多くの妖怪が心よく救援に駆けつけている。人望の高さから、日本妖怪のリーダー的存在として認識されている、エピソードもある。一方で、 悪事を働く妖怪とは対立していて、敵視されたり恨みを買ったりしており、邪魔者として彼の抹殺を図る妖怪や、強大な妖力や、ちゃんちゃん子などの武器を奪おうと狙う妖怪もいる。また、妖怪が人間を襲う事件では、人間側にも非があるにもかかわらず妖怪側を一方的に退治することもあるため、不満を持つ妖怪もおり、妖怪大裁判では土産入道から、 その点を指摘されて称している。映像作品での猫娘との関係は、各シリーズごとで描写が異なっている。原作には、鬼太郎の初恋の人である、鬼太郎や和の、猫をはじめ、様々な猫娘が登場し、その関係も友人だったり、妖怪小学校の同級生だったり、それぞれに異なっている。原作、その後のゲゲゲの鬼太郎では、 それまでの戦いの疲れを癒すために南方の姉妹でかけ、最終的には島の州長の娘メリーと共に暮らすようになる。このことから鬼太郎はメリーと結婚していると設定されていることもある。しかしメリーはその後登場していない。妖怪戦物語では猫娘の手料理を盛んに褒めたり、頬にキスをされて照れたりとまんざらでもない様子に描かれている。ただし、 自分への甘ったるい態度とネズミ男への凶暴な態度との落差には冷や汗混じりに呆れている。猫娘との恋愛模様はアニメ版のオリジナル設定の場合が多く、本来の原作漫画ではアニメの影響もあって猫娘が鬼太郎に密かな恋心を抱いているという公式設定もできてはいるが、実際にそれを表立って示す場面は少ない。妖怪の中でも 名門とされる幽霊族の末裔であり、また先祖たちの力が蓄積された道具類や仲間たちの強力なサポートの甲斐もあって、日本妖怪でも最強の一角に数えられる。様々な超人的な能力を持つが、何よりも恐ろしいのが、妖怪の常識からも逸脱した驚異的な生命力と再生力、肉体変化と能力の多様性である。 遺産や蛇など体内にも強力な武器を隠し持っているため絶対的に有利な状況でも簡単に覆してしまう。例えば仮に敵が鬼太郎を体内に取り入れても遺産で丸ごと溶かされる弱点を知られてから毛穴より脱出されるなどの大きなリスクを背負うことになり対処も難しい。またそれ以外の能力ですらあまりの多様さと万能性を持つため ほとんどの状況には何だかんだ対処できてしまい、絶対的な攻略法や弱点が存在せずに反撃されてしまう。鎌なり、第四作、第九十五話、揚力泥棒、鎌なりや、化け道路を、第五作、第五十七話、伝説の大妖怪。でスラ扱いきれないほどの量の揚力を持つ。第五作では、地獄との協力体制のたまもので、爆発的な攻撃力を得た。 以下に歴史したもの以外にも、手足を伸ばす膨らむなど自由自在に変形、瞬間的に土に潜る、念力攻撃、血、正気の吸収、悪臭を放つなどの能力を見せている。変装も得意で、敵を油断させるために、老人や女の子に化けたこともある。目は、地上から、火星の生物を見ることができ、心臓は永久に動くとされる。設定上では、肺は、 水中でも呼吸できるとされ、真空状態でも活動可能だと言われている。肺活量も尋常でなく、体がバルーン状になり浮遊するほどに空気や水を取り込んだり、逆に風に吹かれて飛ばされるほどに薄く潰されても平気である。足首など体の一部、折りたたみ入道や豆粒状、国鳥物語第21話の形に体を縮められるが、 普段の人型のまま縮められるかまでは判明していない。妖怪たんも物にされても、独自で行動して木の炎攻撃を包み消したことも、ある、第四作、第八十話、中国妖怪襲来。後編。ただし多くの妖怪にできる壁をすり抜けることはできず、敵に逃げられることもある。様々な生物の言葉を理解できるため、虫たちから慕われているが、 コオロギ語は勉強しておらず理解できない。アニメ第5作ではちゃんと勉強していたらしく、第75話でコオロギ語を理解し、自身もそれを使っている。体には、のみが3匹、胃袋に蛇を飼う。事件を解決するたびに、虫たちは、ゲゲゲの歌、救命、ゲゲゲのゲの歌で鬼太郎を称える。不死身に等しい驚異的な生命力を持ち、 体内のエネルギー袋のある器官にエネルギーを蓄えることで、1ヶ月の絶食状態でも通常と同様の力を発揮できる。原作、鬼太郎国鳥物語では、目玉親父ともども、飲まず食わずで10年間もの間活動できることが明らかになっている。ただし、道具類や毛髪を奪われたり失うことで急激に弱体化することが知られており、蒸気のすべてが 本人の元の実力というわけではない。また、物理的な攻撃や、揚力勝負には滅法強いが、魂や精神への攻撃は苦手で、敵に操られたり魂を奪われたりすると自力では対処できず、他者に助けられることがほとんどである。敵を界との戦いでは起点を利かせて逆転するなど、切れ者ぶりを見せることも、ある一方、お人よしで、間の抜けたところもあるため、 敵の騙し討ちや奇襲、初歩的な罠などにも簡単に引っかかってピンチになることも多い。自分の髪の毛を駆使した様々な術を使う。髪の毛は鬼太郎の揚力の源であり、奪われると能力が激しく低下する。妖怪鎌マナリとの一戦では髪の毛を根こそぎ奪われて全く戦うことができなかった。第四作十五話では髪の毛を奪われると揚力が半減するとし、 髪の毛と道具を一度にそがれた衝撃で高熱を出して寝込み満足に戦えなくなるほど弱体化していた。第二作では髪を奪われると人間の子供ほどしか力が出せなくなると発言している。カツラのようにすっぽり外すこともできる。外れた髪の実が鬼太郎の遠隔操作により動き回ったり物を掴んだりすることもできる。外した髪を 他のものの頭に繋いだり被せることで、糸電話のごとく相手と対話したり、第四作、第二十三は、風魔妖怪雨メフリテング、そのものの脳を操ることもできる。体電池、ナマズ電気とも呼ばれる。発電袋に蓄えられる百万ボルトの電気を、電気うなぎのように体内で強力な発電をして、敵を痺れさせる切り札のような技。黄色の電撃が多いが、第作では、 青白色や赤色の霊電気、第5作では白い電撃が多く見られた。道具や髪の毛などを使って電流を遠くへ飛ばすこともできるが、飛び道具としても使用可能。電力は調整可能で仲間の揚力でパワーアップも可能。相手の電気を吸収することで威力を強化することも可能。ダメージは受けるが、アニメ第3作、第83話。 天神ユムチャク伝説では、妖怪アンテナを平い張り代わりにすることで軽減した。第5作57話では、雷撃の能力を身につけていた特殊な化け道路の電力すら上回っていた。ただし、威力は強力だが鬼太郎の体力を大量に消耗するため連続で使用できない。第5作では、後にある程度改善されていて、多少の連発も可能になった。 電撃に弱い相手には決め手になるが、通用しない相手もいる。地面に電気を発射し、地表を進んだ電気が増幅されて勢いよく上空の敵に向かって打ち上がることもある。第4作109は、雪山の会議、ビアガリ。第3作では、体内電気発電の掛け声と共に発動する。髪の毛バリやリモコン下駄に比べると使用される機械は、比較的少ないが、 妖怪戦物語とアニメ第5作では敵妖怪にとどめを刺す必殺技として使用される機会が多い。妖怪戦物語では体内電気放電や体内電気スパークなど多数の名称があり、十二は集結。日本妖怪では仲間の十数人の妖怪たちの揚力を得、体内電気を超電磁プラズマと化して相手に叩き蹴る超電磁火の玉ショックを使用した。 新妖怪戦物語の灼熱戦では、体内電気を逆流させて、鬼太郎自身を電熱気化する体内電気電熱スパークを使用した。実写映画版では、千年のロイ歌での夜叉との戦いで、使用。粉木寺院の杖にちゃんちゃんこを巻きつけ、それに帯電させたものを武器にして挑み、最後は体内電気マックスパワーで倒した。第四作三十二は電気妖怪雷。なり。でも、 敵の電撃を受け続けて、体が灼熱化銘柄が多く発光するまで耐電し、ネバーギブアップ。と気合を入れて、強力な赤い電撃で戦況を覆した。第6作後は、電気妖怪の最悪でも、雷の電気を吸収し、倍増させた、体内電気でとどめを刺した。月曜ドラマランド版では、体内電波と呼ばれており、ぬらりひょんを体内電波発射で倒している。 体が傷ついても時間が経てば回復する。雪中でも生命を維持し、放射能も平気、潰されたり切り刻まれたりと、どんな姿に変形させられても、性器さえ失われていなければ、生来の驚異的な再生能力自然回復できる、左目だけ再生していないが、この左目についても赤子の時に水気によって潰された、説と生まれつき潰れていたという説が存在する。伸び上がりによって、 木にされた際も、本来ならば身動きできないはずが、自ら木に花と実を咲かせてその中から割って出た、第四作109話、第六作1話。自分を食べた敵を操ることは容易で、敵の毛穴から、汗として脱出、復活という離れ技を披露したことも、逆にこうした能力を持つために、陥る危機は、他のヒーローとは桁違いに過酷なものも少なくな、かまぼこにされてしまったことさえある。 なお、蒸気のような再生能力が追いつかないほどの重症を負った場合は、恐れ山の妖怪病院に入院する。幽霊族は、死ぬ時に、霊毛と呼ばれる一本の髪の毛を残す。スータのこれらの毛を編んで作られたのが鬼太郎の、ちゃんちゃん子である。色は、黄色と黒の横島模様。色の配置は、上から順に黒、黄、黒、黄、黒だが、アニメ第三作の幹黒。 木、黒、木。ほとんどのシリーズは直線だが、アニメ第4作のみ波打った線になっている。大きさや形状、能力を変幻自在に変えられる万能の武器で、ちゃんちゃんこがなければ切り抜けられないピンチも数多くあった。揚力を蓄え、普段は鬼太郎のリモコン操作で空を飛ぶが鬼太郎の危機には、自ら動き出す。原作、妖怪大戦争、アニメでは、第1作、 第11話、妖怪大戦争、後編では、先祖の霊が、目玉親父に、アバイスをすることもあった。とても丈夫で大抵の妖怪には破られることはないが、アニメ第4作、第89話、髪の毛地獄落車さで、落車さに、第5作、第85話では、ぬらりひょんの鉄の爪、鉄分を含むだ石を食べて爪を鋭く長い刃物に、するによって引き裂かれてしまったことがあった。 ただし、落車差の時は、霊毛自体は残っていたために、後々すぐに再生し、後者の場合は、妖怪としての能力を発揮した、ミウの自由能力によって、一瞬で修繕、修復され、燃やされたり切り刻まれても元に戻る。第4作49話では、灼熱の体内から脱出するためにほどくシーンがあり、第6作57話では、ラセーヌたちの想像で、 糸がほつれて、それを使って金庫から脱出するシーンもある。これはあくまでも想像で、あため実際にできるかは不明。初出作、幽霊一家、墓場鬼太郎では6歳の鬼太郎がすでに着ていたが、込められた霊力が明かされたのは、吸血鬼と猫娘にいて、おかしな奴では、彼が7歳の時に、目玉親父が授けた。初期のアニメ版では、目玉親父が、 エンマ大王様からもらったと発言していることから、エンマ大王から鬼太郎へ、プレゼントされたものらしい。俗、ゲゲゲの鬼太郎や、新、ゲゲゲの鬼太郎スポーツ教時代では、ちゃんちゃんこを編み直しセーターとして着ていた時期もある。脳波で操作できるゲタ。通常のゲタと異なり履いていても問題なく走れる。ブーメランのように空を飛び、妖怪にぶつけて、ダメージを与える。 ゲタを飛ばして手で投げつけるか足で蹴飛ばす攻撃することがほとんどだが、吐いたままキックをすることもある。鼻緒に指を通して持ち、鉄鋼のようにゲタの底で防御やパンチを放つような扱い方もされている。第5作で特に使用しているが、パンチは第4作99話や第6作28話でも使用。鬼太郎の攻撃でも特に高い打撃力を持つとされるが、 敵妖怪を倒す決め手になることは少ない。アニメでは人間が妖怪に襲われているところへ駆けつけた際、下駄を放って妖怪を突き飛ばし、毎一発のところを救出するという使い方がよくされる。様々な特殊な性質を持ち、触れただけで物を溶かす土の子の毒も通用せず、第5作79は執念のあやかし蛇。土の子。虹の橋を渡って、 夢の世界へ入る、枕返しなどのことごとができる。物に吸いつく能力があるので、これを履いていれば、壁や天井を歩くこともできる。自分の意志を持ち、鬼太郎を助けることもある。少なくとも、目玉親父は、下駄の言葉が理解できるようである、次節鬼太郎も、下駄の鼻緒が切れると能力が失われるが修理すれば、元に戻る。アニメ第2作、第19話、釜なりより、 第4作、第4話では下駄を組み合わせ回転を加える、下駄トルネードも披露した。アニメ第4作から、下駄の鼻緒が、オレンジに変更された。第5作53話では、不送信の化け草いに、支配されて、鬼太郎を襲ったが、同じ、吐き物同士、理解し合える部分があったようである。原作でのリモコン機能。 リモコンゲタの故障もの初使用は1968年6月のゲタ合戦であるが、アニメではそれに先んじて同年1月の第1作、第4話、吸血鬼ラセーヌにて、原作手におけるリモコン種の代わりに使われた。死神大戦記では、猛毒ヘドロ製のゲタになっており、悪魔、ルキフェルに食わせて中毒死させた。お借りながった妖怪笛とも言う。 アニメ第3、4作にて登場。色は3作では、水色、4作では白になっている番外編である、第3作101話のみは、横笛で、登場が、形状が若干異なる。大きく分けて3通りの使い方がある。本来は、同原作者の悪魔くんで、ソロモンの笛として使用されていたものであり、それをアニメ用に流用したもの。ゲーム、 妖怪軍団の挑戦の説明書では、ちゃんちゃんこやゲタと並び、先祖伝来の三人儀とされている。月曜ドラマランド版には、鬼太郎笛が登場するが、あくまで、鬼太郎を呼ぶための笛であり、武器にはならない、音が、マテケ・エロイム・エス・シャイムのソロモンの笛の音色に流用されている。ゲゲゲ祭りだ。五代鬼太郎では、第三、四作の鬼太郎がオカリナを吹く場面があった。 アニメ第5作にて登場。幽霊族のお守り。魔除けの鏡のかけらが使われていて、月の光で夜の闇を払う光を放つことが可能。鬼太郎以外にも何人か持っていて、そのほとんどは猫娘が作った。劇場版、日本爆裂。でも鏡爺の能力と合わせて重要な役を果たす。アニメ第5作に登場。 地獄の力を現世に引き出すことのできる鍵。持ち主の体内に宿り、その力が必要となるときに胸に浮かび上がる。そして、鍵を開くことで、超絶的な威力の地獄究極扇を発動させる。第33話にて、品種の鬼太郎に、天み一族の女性ミウが生命力を分与した際、ミウが先祖から受け継いできた、この鍵が鬼太郎に移った。 マミ一族と幽霊族は親類にあるとされ、鍵の継承権が親類同士で相続された形になる。円魔大王により制限を受けており、その許可を取らずに使用すると罰せられる。王義の使い方は五冠王が教えている。番組がテレビ局側の都合により急遽終了したため、下記の諸々の他にも例えば八大地獄、八十八話の解説図によれば、 火器の灼熱と針山の他に、極寒、血の池、無限、竜巻、狂寒、釜茹で、があるにちなんだ奥義が存在するかは未解明となっている。劇中では、作戦や敵の策略上、様々な妖怪、種族、あるいは無生物に、自主的あるいは強制的に変身させられることも多い。他の妖怪も変化させられることもあるが、変化が一番多いのは鬼太郎である。 変化の対象は大怪獣、ゼオクロノドン、バケネコ、ウシキ、吸血鬼、恐竜、魚、幽霊、カワズ、タヌキ、赤ん坊、老人、ネズミ、ミイラ、単の、石、石像、真珠、皿、銅像、メンツ、石炭、食べ物、かまぼこなど、人形、虫、植物、液体、マネキン、のシイカ、灯籠、砂に至るまで多岐にわたる。 鬼太郎の姿である時の能力は失われることが多いが、変身時には大怪獣の気配光線など、特有の力を発揮することも多々ある。第5作での牛識は、体内電気や毛張りなど鬼太郎持ち前の揚力を有し、同様に、第5作63は、日本妖怪全滅妖怪単物。にて、中国妖怪の狩猟地玉も前の弟に、単物に変えられた時は、 単物の着用者、劇中では、チーとカワウソが着用は、鬼太郎の能力、毛張り、体内電気、指鉄砲を行使できた。変身してきた中で最も巨大なものは、大怪獣である。自力では元に戻れず、他者の助けで、元の姿に戻ることがほとんどである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。